ギリギリでフライできず地獄送りさ、君が飛べなかった理由を一つ教えたろうか。それは目の前のプロップスに心揺らぎ、近道した結果誰かの音をつけてるだけだったからさ。今の分からないか最初は気づいてた、知らぬふりして自分の道だと言い聞かせた。他は騙せない、オリジナルを奏でないと過去の自分に足を引っ張られて大丈夫。俺とお前との差は遺伝子レベル、俺を狂わせた父母祖父母には感謝してる。さらに磨き上げた自分自身にも感謝してる。なのになんかしてる君さが離れて、宇宙に絶望を感じ、どうせラップやめるよ。5年後、いや4年後、これは4年先行。現状に満足して威張ってんの俺ら、発展途上でもガッキーゾーン。 Reasonable な感性のプラス、スケスケばかりのエミテーション。あいつになりたくてもかいてもそこは死ぬ場のように沈んでいくよ。 Reasonable な感性のプラス、スケスケばかりのエミテーション。ニッケル版紙で火つけて君の心に落とすイマジネーション。